静岡県立袋井高等学校は、静岡県袋井市愛野にある県内83校目の県立高等学校。1976年創立。全日制普通科のみの教学校。校訓は、自立、連帯、敬愛。地元での略称は、袋高。袋井市域には1949年に普通科を設けた県立袋井高校が設置されたが、 1959年に商業高校に転換後、袋井市内に普通科を設けた高校は存在しなかった。一方で、1975年に地元袋井市民から地元に普通科高校をという声が上がり、それを受け地元選出権議会議員を中心に、新設公有地の立地環境を整えて、県立高校増設を計画していた県教育委員会に陳情を行い、 浜北市との誘致合戦の末に1976年に設置された。開校時は生徒の身だしなみや礼儀作法などの生活指導を徹底していた。時代とともに校風が次第に緩やかになっていき、男子の学防着用や学校指定の通学バッグの自由化が行われた。新入生宿泊研修や修学旅行に代わる夏山登山、スキー教室などは、 廃止になったが、ロゴスの集いと呼ばれる、ベンドン大会は、開校以来続いている。2010年に、同校の知名度向上を目指し、公立高校としては、珍しい広報課を設立。同時にマスコットキャラクター、ロイッピーが制定された。2013年、オーストラリアのトマス・ハッサール・アングリカン・カレッジと、姉妹校提携が成立し、学校設定科目、国際理解。 国際交流を選択した生徒に対し、オーストラリアへの海外研修を実施することとなった。文 I は、私立大学文系学部、文通は、国公立大学文系学部進学を目指すコース。本格的な人生の展望を見定め、その実現に立ち向かう自力の要請は、高校教育が果たすべき重要な課題である。普通科高校として、学園創造に取り組む、 本校見学の基調を、心しを立つ強靭な人間の育成に置き、この地を一人、数との生徒が、真に、未来につながる人生の知恵を学ぶ伝道とする。自立、連帯、敬愛自ら求め、学び、自ら考え、表現できる能力を育て、豊かな上層を養い、心身ともに、健全な、時代を担う人間の育成に努める。たくましい自力を培う、 確か知性を磨く、豊かな上層を養う地の形は、袋井の大地、さらに県の象徴である、富士山をも意味する。三葉は、死樹である薪の葉で、たくましさ、堅実さ、生き生き発展する生命力を表し、三つは、生徒、教師、父母の三者の固い約束により、教育の三大目標の実現を追求してやまない、新生高校の未来を象徴したものである。 運動部分下部2010年に制定された同行のマスコットキャラクター。頭は茶葉、体は同行のシンボルである、甲の地山をイメージし、手には本とペンを持っている。教員の発案に始まり、全校生徒とその家族、教員とその家族からデザインを募集し学園祭などで投票を行い決定された。ありがとうございます。